はい、皆様こんばんは。本日は2020年4月21日火曜日、熊本よりお送りいたしております。ご清聴いただきどうもありがとうございます。はい、ですね、今日はちょっとブログも書けずにですね原稿もあるのにどうしようと思いながらツイキャス、やっぱ30分ぐらいで終わらせないとダメですね。お互い時間の無駄になりますね。で、今日はですね、最初に、ブログにこれから書こうと思ってるんですけど、原油のニューヨークのね、原油の WTI っていうウエスタンテキサスインターミディエットだったかな、違うかもしれないけど、そういうその米国産の原油の先物取引の価格がマイナスになったという、ちょっと私個人的にはものすごい衝撃を受けてですね、もう仕事どころではなかったんですけれども、それについてちょっと口頭で解説をしようかと思います。品物の価格がマイナスになるっていうことですね、よくわからないと思うんですよね。で、普通品物っていうのは無料以下にはならない、はい、ものなので、でどういうことかというとですね、私妻に言ってわわ朝から騒いでたんですけど、全然わからんへーみたいな感じだったので、まあ、あれと一緒ですよね。野菜とかね、キャベツとか豊作になると、もう市場に出すとかえって大損するから捨てるっていうのと同じ状況なわけですよ。で、結局原油を買ってる人がですね、その原油を買っ、原油を売る人がお金をもらうんじゃなくて、原油とお金と合わせて受け取ってくれみたいな感じになってるんですよ。で、どういう方かというと、それは分かりにくいとすればですね、原油が産業廃棄物と一緒になってるわけですよね。産業廃棄物っていうのは処分してもらうのにお金払わないといけないですよね、価値がないから。だから原油っていうのはそのままじゃ処分できなくて、なんか製品とかいろんなものに使われてるわけですけど、そういう意味で価値がないどころか有害な物質だと、とりあえず、今日が最終の受け渡し日なんですかね、というふうになったと。だから、八百屋さんで言うとですね、例えばイチゴっていうのは、私の感覚では1パック398円で、ちょっと安くて298円、ものすごく安くて、この間買ったのはですね、4パックで498円っていうのがあったんですけど、それはですね、安売りですよね。で、それがさらに同行してくると、例えばそのいちごのパックをね、100パック1000パック買っちゃったと、間違って、で、もし明日までに売らないと、1個あたり廃棄に500円かかるとしましょうか。そうすると売り切れないといけないけど、無料にしたって持って行ってくれないかもしれないのでね、このいちご引き取ってくれたら200円あなたにあげますよっていうような感じなわけですよ。だからいちご欲しいって言ったら、ありがとうって言っていちごと200円もらう、両方もらうわけよ、ね。それね、私はこう経済学 の教科書には載ってない話だと思うんですね。マイナス金利っていうのもありましたけど、私ものすごくショックを受けたんですけどね、もうちょっと仕事のところじゃなかったんですけど、はい、というのが一番のショックと。だからもはやですね、常識が通用しない状況になってると。マイナス金利っていうのはあったんですよね。例えば1万円を預かると、1万円を1年預かってもらうと2000円取られるみたいなね、2000円じゃないですけど、そうじゃなくて、200円とかね、そんなもん取られると。マイナス金利っていうのは、だから預けた方がお金減らされるという、非常にありえないことなんですけど、今回のやつ品物がね、一応価値があるでしょ、原油のね、それがマイナスに一時期でも波乱要因とはいえなったというところがですね、非常に私としてはこうショックだったんですよね。商品先物で値段が余り物にねえなしと言いますけど、ただではもらう人はいたんですけど、ただでももらう人がいなくなっちゃったという。で、しかもマイナス30ドルだからですね、もうちょっと0ドル近くで
買おうとして買った人がですね、さらに大損こいちゃったみたいなね、ゼロドルで空売りした人が大儲けしちゃったみたいなね、もうちょっとわけわからない状況になっちゃったわけですけどね。いやこれはだからね、もう今後何が起きてもおかしくないなと経済的にはね思いますね。まあ日本の株式市場は公的資金買いがもう無理やり入ってるので、まあ、そこそこ落ち着いてて、私もちょっと大損こいてるんですけどいやでもねこれありえないことなんですよね。品物のその原油が無料な、まあ最もですね、こうマイナスになったのはこの5月渡しものなんですね。5月切り、まあ、日本語で言うと5月切りメイですよね、のオイルが今日が最終取引日なんで、その1日前の波乱として起きただけですね。まあマイナスの値段がついたことはついてるんですけど、まあ今で言う、あ今もマイナスだね、それでもマイナス3ドルぐらいですかね今ね。ただ6月もの、5月は4月21日で終了、本日で終了なんですけど、6月ものは来月の21日で、それはまあ20ドルぐらいのね、価格がついてるわけですよ。先物は基本に戻れれば実利筋、ちょっとわからないけれども、まあでもね、この間その前に中国がですね、空のタンカーをできる限り中東に持って行ってるんですよね。今着いたぐらいじゃないのかな、爆買いですよ、いわゆるね。だから現物を爆買いしてくれるから、もう10ドルとかそこらで買い、大量に買い集めたはずなんですよ中国はね。さあ穀物など食料の価格が逆に史上最高になる可能性もある。まあないわけじゃないけど、品不足ね、まあ確かに農場がうまく動かさなければそうだけど、そこまでなるかな。天候はしっかりしてるからね。大損こいてました、損切りしました、よりによって昨日、あと1日カラカラしてそれはどっちですかね、原油の先物ですかね、それとも株式でしょうか。投げ売りっていうかね、まあ買い方の投げ売りですよね。そうそう、いやだってさ、パソコン1台が、まあ、10万するやつが、10万、まあ、iPhone とかね、 iPhone 買うのに、まあ、10万とか払うじゃないですか。それが iPhone 買いたいって言ったら10万がクーポンとして来るようなもんだからね、ありえないよね。損切りしましたよりによって昨日、私も昨日、まあやっぱりタコと相場の金は出し切るなっていうのがありますね。やっぱこういう時は全資産の3分の1ぐらいまでじゃないですかね、空売りするとしたら。いやマイナスはありえないよね。だから牛乳ね、今日買ってくださいって言ってましたけど、牛乳も生産するのはいいけど、こう腐るわけでしょ生乳だから。かといって市場が受け入れてくれないなら、もう産業廃棄物として廃棄しなくちゃいけないし、いけないけれども、その廃棄するのだってお金かかるからね、そういうことなんだよね。だ先物はまあ今日特殊な要因ですからですね、だから6月ものは20ドルぐらいですもん、まあ、でもねですね。あとはその感染研がようやく発症前2日も濃厚接触って言ってますけど、相変わらずそのなんていうか、まあ皆さんも同じでしょうけど、やるべきことをやらずにですね、ただ2週間ちょっと活動量下げればね、このコロナ肺炎が収束すると本気で思ってんのかなと思うんですよね。だってあんなにさ、フランスとかね、ドイツとかめちゃくちゃなロックダウンしてもなかなか収まらなかったのに、こんなゆるゆるのさ、ロックダウンにもしてなくて2週間ぐらい凄もったぐらいでさ、止まるはずないよね絶対ね。工場が止まって外出禁止で航空会社が大幅減便、それもありますよね。もう原油がいらなくなってんだよね今の量は。
それでもまだマスクしていると濃厚接触ではないとか言ってますね。そうそう、だってさ、エレベーターのボタンで映るとか言ってるのにさ、もうおかしいよね。でもここまで原油価格が下がると私も思わなくてですね、ちょっとあの、ETF、 原油の ETF でちょっと損してるんですけどロックダウンしても不可能じゃないかと思うんですよね、野放しになってるからね。でもなんか経済再開しようと思ってるけど、もう病院の方が先にやられちゃってるもんね。空売りです。昨日某大手買い某大手広告会社、あ、そんなに電通だっけ、電通そんなに動いたんですか。もう今日ブログ書かんでいいかな、電通株価。だってまだ底根県じゃん、これ。これ週足か？日足、日足、6ヶ月やろ。これの、この動きで戻すんならちょっといかんのじゃないかな。とは思うけど、まあ、損切りかけてたんでしょうがないね。中途半端なやり方かえって悪くなる。そうそう、どっちにも良くないよね。っていうかさ、その今やらなくちゃいけない感染症対策なんだ。だから PCR どんどん増やして軽症者を隔離して、あの元気な人はね温存しないといけないのに全くやってないもんですよね。中途半端なやり方はかえって悪くなる、うん、ジンさんの原油先物ライブ見ていましたが、マイナスなのご存知なか、250枚入れてました。これ死んでるじゃん今。どういうこと、ジンさんの原油先物ロスカットしたんだ。あ、これ後で見ときましょう。なんかちょっと面白そうですね。ケンタッキーロックダウン反対でもしたら次の日感染対、あ、そうなんだ、大量発生した。今今朝国が進めてた抗原、抗体じゃなくて、いや抗原なら PCR と同じですよね。抗体じゃないのかな、抗体意味ないよね、あれはね。あの、為政者側が欲しいけど、本人が検査しても何の意味もないね。仙台の民間検査機関では、保存媒地不足で発注かけても納入見通し立っていないと、仙台の野党議員が言ってました。いやー、そんなことはなかろう、培養地は。足りんくなることはないと思うけどな。そんなややこしいあれじゃないと思うけどな。スウェーデンのロックダウン、なんかひどいことになってるみたいね、スウェーデン。経済はもう無理。そう。だからさ、最初のうちに、なんか病気にね、お金かけたくないんだよね。1000億、2000億、あいつらが取るのはけしからんみたいな感じでいて、結局なんかコロナ対策って言って、経済対策しかずっと言ってなくてですね、PCR のお金とか、簡易ベッドのお金とかについて言い出したのは、ようやく最近でしょ。ここに、4月入ってぐらいからだもんね。もう遅いですよね、やることがね。でようやくその例えば雪まつりとかやめとけばさ、その時は何百億の損失かあったかも、何十億の損失だと思うんですけど、でもその後ものすごいことになってるもんね。濃厚接触若干強化っていうか、でも前は2メートルでも濃厚接触って言ったのが1メートルになったもんな。オリンピックやりたいならそれこそロックダウンして検査とか、まあでも日本だけやってもしょうがないからね。ディズニー解雇とか見てられない。そうそう、ディズニーね、ディズニーのね、オリエンタルランドがこれ底堅くてね、ちょっともう嫌になるんですけど私は、ね、富山では大学の感染症医師行きが、熱が出ても4日検査できない理由を無症
上感染者は14日は陽性にならないからなどと言いました。今までの医療崩壊もして日付が変わったんでしょう。まあ感染症の医師って名前教えてほしいんですけど、でも彼ら見てないからさ、なんか臨床じゃないよね。だからそうやってさ、自分の、本筋を変えるような医者は信用するなっていうことでしょ。でもそういう人がまた政治の真ん中にいてさ、壊していくんだよね。だから感染症医師はダメだよ。ダメ。ダメ。役に立たない。ちゅうか、有害。長崎市に停泊中のクルーズ船、コスタ・アトランチカ、20人以上発熱。そう、これでもね、なんか修理のために長崎にいるみたいな。抗原なら一緒じゃないですか。抗原ならだって PCR も抗原だもんね。だ抗原検査多分あっちとあれってインフルエンザのやつと同じやつじゃない、ちょっと感度落ちるけど、まあ分からんことはないぐらいで安いんじゃないですかね。知らないけど。鼻うがい簡単ですね。簡単です。安倍さん辞めた、いやこれ前見てたような気がするから、これはちょっとね飛ばしだと思うな。抗原検査ならいいですよ、抗体じゃなくてね。キム・ジョンイルが渋滞って本当ですか。いや私に聞かれても分からんけど、ただ30代でしょ。30代でもし仮に心臓系の疾患だとしたら、普通はあの PTC、 いや忘れた、もうあのステントでねこう拡張するわけですけど、普通30代じゃ ならんよね。そういうところでもしそうだとしたら、かなりコレステロールが溜まってるっていうことだから、であのやつはそんなに簡単に倒れるわけにもいかんから、もう遅れてやるはずだからな。心筋梗塞までなってんじゃないのかな。渋滞かもしれんですよね。渋滞じゃなければ元に戻るもんな。これだけええ加減なコロナ対策でもなぜかこんなもんで止まってしまって、世界史のこの日本大勝利じゃないですか。まああったら嬉しいですけどね。もうでもなんか11人わけわかんなくて死亡して、しかも死体に対してさ PCR をかけてるっちゅうのないよっぽどやられたんだと思うんだ、警察がね。1人や2人じゃないと思うね。そういうなんか不審死を見た警察官がね、何人も新型肺炎になったんじゃないかな。少なくとも5人以上はなってると思うんですよ、全国でね。そうしないと死体に PCR かけるようなことするはずないですよね。うん、広島県知事が県職員から国から支給される事務権、そんなの関係ないよね。感染症医師が有害というのは今日虚構実感ですか。おめでたいですなっていう。モノクローナル抗体使ってタンパク分離検査で PCR に比べ3時間ほど早く、もうしないよりした方がいいんじゃないですか。それあーべね、増えてたね。今朝ミラノ在住のデザイナーさんで 1.6 万フォロワーの方に投稿にすかさずリブした記事を、それをリツイートしたただの庶民の私にも反発入れずに同じ記事を直にリブされてました。え、どういうことだろう、分かんない。そうね、こういうことね。この人ダメじゃんね、エゴサーチしてんのかね。まあ信用したらダメでしょ、こんな人ね。そうか、小野博さんです。その人が時々名前見るな。誰かリツイートしてんだろうな。
エライザ4かな。新たに感染よう時間あるよね。おかしいと思いません？皆さん、神戸大学の感染症専門医でしょ。神戸ってめちゃくちゃ大変な病院がいっぱいあるじゃないですか。よっぽどね暇なんだよね、そんなことするって。私今日はそんな忙しくなかったけど、あの株式市場のウォッチとか ツイッターのウォッチで忙しくて、あんまりツイートしてたかな、わかんないけど肺に白い影、医師も驚愕、原因はまさかの過剰コロナ対策。これ入ったか。アレルギー性肺炎、そうね、なるほど、これあり得るかもしれん。微熱が10日続いても PCR 陰性なら外出で仕事は大丈夫。PCR 陰性ならウイルスは出してないということなんですけど、でも偽陰性が3割あるからね、あんまりおすすめしないよね、こういう時は。こされてるんじゃなくて相手にされてないんだと思うね、それは。で、相手にされてないことに気がついてないもんね。っていうかさ、ツイッターしてる時点でさ、相手にされてないなんてみんなわかんじゃん。恥ずかしくてツイッターできないよ、勤務時間中とかさ。私はね、個人事業主だから、怒るも怒らないもん。あいつツイッターしてますけどいいんでしょうかみたいなこと、まあ保険、まあいいでしょうみたいな感じだね。だからもともと誰も相手にしてないんだと思うんだよね。だってちょっと話したら我々ですらわかるでしょ。我々ですらっていうか、あの素人だってわかるじゃないですか。彼の発言を見てたらちょっと信用ならんって、もうここ1ヶ月ぐらいでさ。神戸大学の教授になったのがどのくらい経つか知りませんけど、まあお医者同士でさ、1ヶ月も何度か2、3回相談したらこいつに聞いたらダメだってわかるからですね。大学でも名前言っちゃいけない先生だ。どういうことですかね、名前言っちゃいけない先生って。休業要請に応じないパチンコ店公表するとか記事見ましたが、それって宣伝になってしまう集まるよね、そこ空いてるからね。だってもう権力の拉致外のところにいるわけだからさ。昼の番組で村中なんとかという医師が入院隔離した2回目の PCR を検査、そうそう、なんかそれ言ってるよね。新規を回せっていうことでしょ。だからそう、PCR 増やさんとダメね。岩田さん教授って感じしません。だって部下もいないからですね。名ばかり教授じゃないですか。素人の私がミラノの人を。そうですか。10時頃でしょ。よう暇ね。どういうことでしょう。エゴサーチっていうかね、なんか、ツインとかなんかその辺使うとですね、なんか勝手に出るんだよね。2回目 PCR しないなら、感染者への差別や回避が増える。そうですよね。本人も怖いじゃん、陰性になってないならさ。しかも陰性になって陽性になったりするとか、そんなのも何も分かんないわけですから。何も考えてないんでね。あのとりあえず新規を今集めるフェーズだから、そこはなくそうみたいな感じでさ。これ何者だっけ、 WHO の人、一応肩書きなんだっけ、この人。いや違うよね。日本の医師登録年、ジャーナリスト、
いやー、これは医者じゃないんじゃないかな。北海道大学医学部医学科卒業。じゃあそうか。この人はさ、結局病院の研究がない、してないよね。だから患者は見てないんだよ、病気を見てる人なんだよね、そういうことだと思いますよ。話題の村なんか偽名で医者なのか、うん、診察と診察の間空いてるからな見たりすることもあります。今まで編集全員 PCR。 いやだからね、10例ぐらいすり抜けてると思うんだよね。ですり抜けてる間に絶対医者の感染が起きて、それあ医者じゃない、警察官のね、それでおかしいって言って PCR したら陽性だったから、今はもうしてるんじゃないかと思うんだよね多分。8月火災の阿波踊り中止、4日間の祭りすべて中止発。なんか市長変わったよねこの間ね。村中ってもともと評判悪い、うん、あら京都大学医学部を外したそうです。絶対ね同級生がいるはずなんだよね、医者だったらね、100人はね裸祭りね、怖かったですねあれ、大丈夫かやってみに行ってたもんな。大阪のドライブスルー検査23日から。でも PCR 検査反対論唱えたやつは結構いるけど、だけど医者も、いやこうするしないとやばいでしょって言っててもね、しなくていいって言って、今でもこの間土曜日に ICU の昔のね、十何年前の ICU の一緒に働いた先生と Zoom で会ったんですけど、あれは阻止せんといかんって言ってたもんな、 ICU の先生。どういう感覚か分かんないんですよね私ね。裸祭り感染者、歌舞伎町巡回の警察が N95 していたので、それまでに警察官が感染したことですね。っていうかね、多分素手で触ってそれでだと思うんですよね。多分ピクピクしてるやつがもうあちこちに10例じゃないと思うな、多分その5倍ぐらいはいたんじゃない、いるんじゃないかな。で前例が ほぼ前例が PCR 陽性だったみたいな感じ。N95 ってね、あれ来て歩けないですよ、苦しくて。雑誌の原稿も書かんというか、全然書けてない。まあね、結局やっぱ PCR 検査して隔離し始めて、それでこのロックダウンが意味があると。このロックダウン単なる時間稼ぎだからですね、これで感染者が減るとはとても思いませんよね。脇からスカスカで N95 してあんない、そうだよね、そうしないとね。 N95 ね、本当につけたら本当は歩けないですよ、あんな息ものすごく苦しいもん。大昔ですけど、これが N95 でお前らつけてみろってつけたことあるんですけどね。まあなんか部屋の中で作業するのが精一杯で、ね、運動できんの。ああ受注3社でしょ、でもね90億なんだけど、全部でね300億以上かかってるんですよ。だからね、一番のメインの4社って言われてたから、4社目が隠されてんだよ。検視官の業務はかなり危険ですね。そうそう、私も検視で呼ばれることあるかもしれんな。どうしようかな。防護服あげますって言われるのかな。言われるんだよね、多分ね。危ないよね。検視のその11例っていうのは、そうそう、そういえば往来でだもんね。自宅の部屋で亡くなった人は別だからさ、その人このことは書いてなかったですね、そういえばね。
だとすると多分10倍ぐらいいるんじゃないかな、そんな人が。で10例ぐらいなんかおかしいなっていうか患者がいて、で CT 撮ってみたら肺炎の人がいて、よくよく調べてみたら検診に当たった検察官が結構みんなコロナにかかってたっていうのが分かったから今前例してんじゃないかな多分。でだからスシローがさ、全員に肺炎で死んだ人全員に PCR してるとかつい口、うん、そうそう、当番制ですよね、検診は。防護服がゴミ袋だった。いや、自分で作ろうって言って作り方出してる先生がいて、まあ、それはまだいいけど、もうちょっとふざけんなだよね。もう雨がっぱでもふざけんなですよ。いや、自分でする分にはいいですよ、納得して。行政から雨がっぱ来て、これでやれって言われたら怒るね、私なら。神奈川で40代で部屋で亡くなった方が感染してました、ね。ああ、それは知らない。調べてるってことだもんね、逆に。東京にいた頃 N95 マスクを常用していました。去年も行った時はしようあれ歩けんぞ N95 は、うん、だからその人知れず亡くなってても絶対通報が来るから、それで調べて痛い目に警察官が合ってるから今死体に対して PCR してると思うんだよね。で PCR 絞れ絞れって言ってる割に死体までやってるってことはかなり困ってるんだと思うんですよね、うん、だと思います。あ、川崎の人でお母さんが発見した方、あ、いたね、いたいた。そういうことだよ。だあちこちであるんだよ、こういうのがね。で、あれでちょっとここの人は注意してねっていうことが言いたいんだと思うんだよね、記事でね。わざわざ警察が発表してるっていうところはさ、お前ら気をつけんとなるぞみたいなことですよね。でさ、この間なんかね、昨日も言ってましたけど、 PCR 検査一生懸命やってるけど、もうこれが手いっぱいですって検査技師と称する人が言ってたけどさ、じゃあなんで発展途上国でこんなできんだよみたいな感じだよね、うん、唐突だもんね。だけどやっぱもうここで言っとかんとまずいぞっていうことだよね、事故物件の特殊清掃の人も要注意だね。だ多分ね、サイトカインストームっていうより頭にくるんじゃないかな、痙攣してね。でも日本でさ、あんな痙攣してピクピクして死ぬとこツイッターにでも上げたらさ、なんか上げた人がボロクソに叩かれそうで、つい上げられないよね多分ね。知らない、江戸川かどっかでヘルパーから感染した80代の女性が肺炎で扱われて、コロナ扱いしてなく葬儀社に仕事させて問題になってたかな。多分ね、その変にやるはず、今のね、人間に対してやらない状況でやるっていうのはね、かなり痛い目に遭ってるからだと思うんだよね、日本のやつからするとね。でそういう安全地帯にいるのが村中とかさ、岩田とかさ、感染症専門医なわけでしょ。で感染症専門医って本当に患者持ってないからね、なんかめちゃくちゃなんだよね本当にな。ウイルスでヘモグロビンがあかんようになるらしい。ああ、あったね、窒息死含めて多臓器不全もなんと、なんかそれで、マラリアの薬が効くんじゃないかみたいなね、ポルフィンかなんちゃら、なんか忘れたけど、まだ昨夜。まあでもさ、幕下でも怖いじゃんね。
こっちが素人同然の状態なら相手が横綱だろうが幕下だろうが負けるな。別にさ、あ、この人ダメだね、院内感染、公衆衛生学修士 CIC、 感染対策40の鉄則基礎から学ぶ、個人の見解。この人なんか看護師かなんかだったもんな。こんな人がさ感染症対策委員に言ったらもうその病院終わってんじゃん。高山病みたいな症状。へえ。仙台市は1日の感染者1人2人しか発表してない。数日前だけ感染症、保育園で感染した人がいたため10人くらいの発表でした。ツイッターの宮城県民の方も具合悪くなったので保健所に電話したら検査待ちの人がたくさん言われた。でも宮城ってドライブスルー作ったとか言ってなかったっけ。中国は漢方も使って治した。治るかもしれんね、わからん。クイーンエリザベスを清掃した会社の方がニュースで、社内で誰も感染していない。得体の知れないマスクした。電車の運転手が急死とか。でも熱測ってるはずだけどな。言ってる意味が分からない。画法とか関係ないじゃん。画法なら死なないっていうことでしょ。だからこれは簡単に死ぬから怖くないって。まあ感染症専門医たちが最初から言ってたもんな。なんか海面活性剤で死ぬから怖くないとか。中国で感染した石の肌が黒人化してました。肝臓に問題があったそうです。情熱大陸の人と漢方薬は日本じゃ無理です、諦めて。まあ無理でしょうね。ドヤ顔看護師です、正露か。あ、ちょっと今読ませてもらいます。まあでもこんな人がトップにおったらさ、もう嫌だよね。マジで嫌だな。マスクもせずに病院内を歩き回り、感染症対策の指導していて全く信用できません。病院の自席でサンドイッチを素手で食べて苦手なタイプです。まあ洗ってりゃいいと思うけどね。そも日野原氏重明がクソだって病院だから。日野原さん、あ、聖路加ってさ、なんか知らなかったっけ、路加の路加ってルターらしいんだよね。聖ルターでそれを聖路加にしたらしいんですけど、知らなかったです。なんかで聞いたな、ルターのね、あの宗教改革のルター。坂本氏も怪しい。最初から怪しいっていうかアウトだよね。ようでも書かないよね。大阪の隣にある、工場の話。まあ大阪に届かなくてもいいじゃん、あのね、いろんなところ。坂本氏のツイートも、ツイートする暇はないでしょ、自分のとこ出てんのに。聖路加サリン事件でよく対応した岩永直子と一緒に記事書いてるの分かるでしょ。海外だとこのウイルスで手先、手足の指先炎症を起こすって日本だと聞きませんか。わからないね。セイルカ、ルターでしょ。え、ルターじゃなかったっけ、セイルカって。あ、そうなの、なんか私の勘違いですか。ルカの方、
挨拶遠隔キリスト教キリスト教ってカトリックじゃないからや米国聖公会あらわからないなルカですか失礼しましたルカっていたっけ知らないな坂本さんって初めて知りました多分ツイートしてもいやこの人結構私も名前知ってるぐらいなんかめちゃくちゃなこと言ってるよねルカによる福音の聖ルカああそうですか勘違いしてんなルイ・ヴィトンが防護服生産ユニクロは作らないからルイ・ヴィトンよりユニクロはさ工場ないじゃん日本に全部中国じゃんね中国かベトナムか知らんけどオリンピック追加予算3000億じゃ無理だろうね1兆円超えるでしょだからもうやめてですねもう無理だもんなんかおとなしくすればしてればさもう終わりとみんな思ってんのかですかね本当になんか全然わけわかんないんですけど私最初からまあ今回医者のレベルもな低いことが分かったしなクリーンルームを持ってる九州の電機メーカーがマスク生産に乗り出すそうです。そう70枚で3500円ぐらいでね出てきたからですねだんだん下がってくると思うんでね私もう国がね流通に口出したら絶対ダメねそうじゃなくてまずメルカリをね止めろと俺はもう言ってるんですけどもう1時間ヤフオクとメルカリと楽天のオークションストップと有害無益、まあ、あれの3つのおかげでね転売ヤーがねもうなんかすぐ買っちゃっていろんなやつがねあの品不足が極端に自分の金儲けにしちゃうからですね、まあ、あれ絶対ねなくさんといかんだねどうやってるああほんとねいやねシャープアクセスできないそうね回線パンクしてあれでしょなんかシャープの機械自体が動かなくなったんでしょちょっと間抜けだよねシャープもねメルカリ今手作りマスク用のミシンとすごい額で売ってますへえ、まあ、ミシンとないらしいもん確かにオリンピックはできないこと分かっててその上でできるだけ予算引っ張っちゃう新大久保で売ってるらしいね3000から4000いいんだよそれで マスクじゃないんだよねマスクの転売じゃなくて要は生活必需品の転売ですよ例えば今のマスクの糸とかさ例えばビニール手袋とかさそんなの普通に流通してるものね売らしたらダメでもそんなこともうメルカリもヤフオクもさ楽天も無理じゃんチェックするのがだからもうCOVIDがある間はもう中止です中止、ね、聖路加にいる良心的な医者は日野原のことをよく言いませんでしたよ金の亡者ということはことでは病院に貢献した人でしょうだってねあの人はねなんかね熊本地震かなんかの時にどっかのどっこさんとかいうところの高木石材店の墓のね宣伝してたもんねなんだこの人と思ったもんね私アメリカ市場開こうとトランプ言ってますが少なくとも議論百出橋本聖子を払うなんて言ってないまああれアドバルンだよねあの人だっていつもめちゃくちゃじゃんもうオリンピック延期はないとかさ、言った途端にコロコロ変わるからあの人は全然言わしとけみたいな感じ
会見でオリンピックやりたいと言っていました。小野先生、政治家で知事で信頼してる人はいませんね。マスクと検査キットはヤクザが絶賛取り扱い中。ああ、そうかもしれんね。新型インフルの時はメルカリとかなかったからここまでの品不足。そうそう、もうな、だからね、もう政府が規制せんとダメですよ。もう今度ワンツースリーでさ、マスク見つけたらあれね、トイレ、とにかく生活必需品の品不足が起きてる、例えば小麦粉でもいいですよ。そんなものを売ってるのが見つかって、3回見つかったらもう1週間禁止とかさ、メルカリ自体はさ、もうそうせんとダメだよね。だって儲かるからやるもん、メルカリはさ、分かりませんでしたみたいな、買いに行けない新屋子、いや中国から輸入すればありますよ、誰も来ませんよ海外から。そう、ね、アマゾンでマスク買いました、50万3500円ぐらい、質悪いです、小さいし隙間できるし、この値段は高いがないと困る、仕方がない。まああのあれでやればいいんじゃないですか、スカーフみたいなやつで、うん、日野原さん亡くなったよね確かね。しかも90いくつまでさ院長にしがみつくってちょっといかんと思うね私。金持ちしかいけそうもない自分でも成人扱いそうそう、アメリカ 不法移民が多そうだからまた隠す、うん、社会人差別特別選抜はないですもん、熊大はね。社会人特別選抜は難しいよ、一般入試の方が簡単だもん、入るのはね。デピカチュール1本1万円、あメルカリでしょ。橋本聖君は何度オリンピック、もうあの人もさ、知ってる人は知ってるでしょうけど、もうスケートがダメになったら自転車に行ったりしてさ、もうえらい迷惑だよね。嫌いなんだけどさ、なんかここまで来ちゃったもんね。よっぽど上の言うことよく聞くんだよね。イエスマンなんだと思いますよ、あれ。だからここまで出世したと思います。自分の意見持ってたらあんな上まで行けないよ、スポーツ選手で。山下と同じだよね。5月に入ったらマスク普通に入ってくるようになるよ。通常のルートで入るか微妙なんだけど、マスクシャープより安く買えるそうです。うんうん、そうそう、50円は高いもんなやっぱ、うん、ああいうのが好まれるんだよね。でもシャープだって総量込み4000円、まあ、シャープだからね、なんか信用あって買うんじゃないですか。でも高いよ4000円は。橋本聖子と部中した高橋大輔、いいじゃん、もうメダルなんかもうどうでもいいわと思うね。もう私全然オリンピック興味ないもんな。性欲名誉欲ひどいな毛利、この毛利さんってなんだっけ、なんだっけ。日野原は評判悪いもんな、なんか。ああ、毛利さんってあれか、宇宙ステーション。え、何が嫌われてんの、あんまり好きじゃないけど、私。なんか、青臭いこと平気で言ってるもんね、なんかね。え、何かちょっとエピソードあるんですか、もう1時間ぐらい経っちゃったけど。何がダメなんだろう。機関相関時の暴露防止ボックスの改良版。これはさ、いらんのじゃないの？っていうか、これが必要な格好で ICU で送還したらいかんよね。全部ちゃんとやっとくべきじゃないんですか。つうか、できんのこれで。私も送還したことは何度かありますけど、めっちゃやりにくくないかな、これ。使えないよ、こんなの多分。
宇宙飛行士の人が全体的に怪しい。それは怪しいよね。だってあんなさ、宇宙に行って帰ってくるだけでね、ああ毛利さんと岩田さんと何か共通、ああ全然なんか周り見えずに人言うっていうこと。プラピに来てほしくて貴重なマンモス系を拝借。何ですかそれ。なるほどね、手段を選ばないわけか。あのボックス情熱大陸でもやってたかも。米国で二言目には大学教授だって威張って嫌われてるそうです。毛利さんで今アメリカに向こうにいるの。そうなの。72かもう。アラバマ大学客員教授。ああそうなんだ。日野原さんの権力しがみつけみっともないは身内3人医者のうち70代の2人が言ってました。違う大学病院だけど。そうね、確かずっと最後まで病院長やってなかったっけ。日野原さん聖人君子のイメージで一般人を見てました。これも同じ業界だから分かる本性ですね。尊敬されてるのは若田さんくらいらしい。ああ若田さんね。なるほど。あの山崎直子もダメなの。いや全然知らないけど、女性のなんとか直子さん。元夫が怪しいけどいろいろありそう。あるんだ宇宙行こうって。もう宇宙行って何が面白いと思いますよね。あの無重力は面白いかもしれんけど。アホです毛利守。アホな魔法だよね、あんな。とにかく、まあ何とかしたくて自分の目的のために手段を選ばない人なんだよね多分。だからパワハラもしてるよね絶対。田舎に引きこもった秋山さん。ああ秋山さんね、 TBS のでしょ。あの人あれだもんね、偉いなと思ったのはね、福島に引きこもったっていうかなんですけど、ちゃんとね外貨カウンター持ってて、それが上昇してきたから逃げたみたいな記事をどっかで見たもんね。私も原発事故起きて怖い怖いって言ってたけど外貨カウンター持ってなかったもんな。やっぱり地球は弱かったって言ってみたい。でも写真と一緒だからな、見る。へえ、もうでもさ、そう自然農法やろうと思ってた。そうそう。でももう宇宙旅行にもう金つ税金使うのやめてくんないかな正直。本当に思いません。なんか日本一人乗せるだけでさ何百億って払ってるはずですよあれにさ。もういらないよそんなのってね。そういうガッツと欲深さがないと宇宙まで行けないのかな、うん、秋山さんも田舎で農業してて放射能の影響を受けたって言ってました。なんか害が上がったって言ってて、良い方に展望すると宇宙開発資源獲得衰える人口枠獲得。いやもう外のもの持ってきたらダメだよね。宇宙旅行オリンピックと言っています、農業宇宙ゴミが心配です。宇宙からさあの資源持ってきて日本があの世界が栄えようとあれの世界で、あの未来少年コナンのね、ダメだよ。
もうなんかさ、その日本人ってもう間抜けっていうか、新規の新しいことやって万歳なんですけど、例えばあのガリレオじゃない、あのマゼランのさ、世界一周にしても世界一周してよかったが目的じゃないんだよね。あれは故障をあの貿易するとものすごく高いから、故障を買いに行ったんですよ、マゼランはね。マゼランだってね、大世界一周で結局マゼランは途中で殺されたんだけど、故障をその現地値段で買って、大儲けしてですね、結局1年の旅費が出たとかっていう話だったもんね。でもそういう感覚はないんで、日本人にね。そういうビジネスで向こうはさ、ぴっちりそろばん弾いてやってるのに、日本は世界一周した万歳で終わりだけどさ、そんなことやってるの日本だけだよ、本当に。昔は無重力でできない薬とかと思った。いや、自分は知ろうと。そうね、もういらない遊びだよあれ、お金の無駄遣いだよ。なんか軍事的に使うの、そう、宇宙軍作るとか言ってたよね、トランプ。そういうのいろいろとさ、おかしいでしょ。ホリエモン自由にどうする。ホリエモンあれ、ホテル追い出されるかもしれんもんね。いつどうなるか分からんの、ホテル自体が潰れるかもしれんもんね。どっかのスイートにおるんでしょうけど、そうすると彼宿なしだからな。しかもホテルに住んでるってことは人ねえ、エレベーターとかで絶対もらうぞあいつ。宇宙ですが、これ航空自衛隊に宇宙作戦隊を新設するなどの、成立してんの。宿なしでしょ。彼はホテルに住んでてこれが一番いいとか言ってたよね、確か。多分もう年間契約とかでやってると思います。ロケットの中で何か余計なパフォーマンスするたびに異常操作しないか設計した企業の人いろいろいて。誰、モーリーさん、美智子さんのお父さんが入院してたのが正露か。うわ、汚くなったな。ちょっと2週間に1回ね、やっぱ金魚鉢で洗わんとダメですね。はい、あ、すいません、もうね1時間、もうちょっと今日はブログ更新するの諦めよう。岩田さんとよく似たけど、はい、では皆さんどうもご清聴ありがとうございました。